このプロフェット5、本物ですよ本物、これの音のレビューをねサクッとしてみたいと思いますけど、まずはこの音色聞いてみましょうかね。プロフェットの代表的なこのブラスサウンドですけど、で、まずこのパネルなんですけどね、見てもらうと分かりますけども、まずオシレーターっていうのがこことここ2つあるんですね。オシレーターね、ピッチからですね、波形もこう。プロフェットのね面白いところはこう波形を混ぜられるんだよね。こうね、ノコギリ波と三角波と矩形波とかね。ね、それをミックスするミキサーの部分がですね、ノイズもありますね。で、フィルターのセクションですね。フィルターのエンベロープジェネレーターがあって、で最終的に、アンプのエンベロープジェネレーターがあって、で、ここのセクションがね実はプロフェットで非常に重要でね、いろんな変調をかけることができるんですけど、この例えばモジュレーションホイール、今ビブラートがかかってますけど、これねモジュレーションホイールがここなんだよね。でフレキエンシーの A と B、 すなわち A と B のオシレーターに対して周波数の変調をかけるとかなんだよね。例えばフィルターをにするとフィルターで、ね、フィルターの変調がかかりますね。でその LFO を変調してる LFO はここで決める。例えばというようなことができるわけね。でもう一つ重要なのがね、このポリモジュレーションってやつで、このポリモジュレーションが面白いんですね。例えばこうフレケンシーにポリモジュレーション、フィルターのエンベロープを使って、ここのエンベロープですね、でピッチがピョーンとこう動いてるの分かりますかね。いろんなね金属音を作ったりだとか、いろんな面白いことができるんですね。ここがねプロフェットの大きな面白い特徴じゃないかなと思いますね。はい、ではね、このプロフェットの大体の仕組みは分かったということで、中のいろんな音色をね紹介してみたいと思いますね。先ほどのこのブラス、まあこれはいいとして、次ストリングスいってみましょうか。ストリングスはね、ちょっと矩形波っぽい感じのストリングスに聞こえるかと思いますけど、実はね変調をこのモジュレーションホイールでかけると、こうふくよかなね感じが出ますね。3番目、これねめちゃくちゃ太い音出てますけど、これねユニゾンモード、このユニゾンがオフだとこうですね、オンだとこう全部で10個のオシレーターがあるんですけど、この10個のオシレーターがいっぺんにこう集まって非常にぶっとい音になりますね。ご機嫌
これは5度重ねの音色ですね。シャープなブラスサウンドって感じですね。これもリードサウンドですけど、これもねポリモジュレーションを使った、シンクサウンド、オシレーターの A と B があって、 A にこうオシレーターの変調がかかってんのを強制的にね、同期させるという音なんだけど、そうするとディストーションギターみたいなね、非常に激しい音なんですね。ですね。これオルガン。ベース。いい感じですね。ちなみにプロフェットっていうのは、これ全部つまみがメモリーできますから、でメモリーしたものをこのプログラマーっていうところでね、瞬時に呼び出すことができるわけですね。これはもう便利ですね、めちゃくちゃね。面白いのがね、やっぱ効果音ですね。効果音はすごいよこれ。ちょっと動かしてみますね。つまみこんだけなんだけど、ものすごい多彩な音が出る、プロフェット5でございますね。もう未だに不滅の最高のアナログシンセサイザーと言えるのではないでしょうか。プロフェット5